嵐山町は埼玉県の中部に位置し、引き軍に属する町。人口は約1万8000人。武蔵の小京都と称されていて、全国京都会議に加盟している。町の中央部と北部には東松山大地が広がる。北東部は引き北丘陵の西端部に位置し、南部は岩戸の丘陵の北端に位置する。西部は 外秩父山地の外縁となっており、南北に八王子構造船が貫いている。日本の国鳥大紫が生息する地としても有名である。嵐山町名発祥の地の非平安時代末期の武将源、吉中や畠山重家忠ゆかりの地で、江戸時代には、江戸と上州を結ぶ川越小玉王冠の菅谷塾として栄えた。1928年頃には、 現在の嵐山渓谷周辺が、本田正六により、武蔵嵐山と命名され、評判になり、多数の観光客が訪れる。隣町の奈美川町は、東武東上線新駅設置など、比較的大規模な開発を行っていて、増加傾向にある。そのため人口の奪い合いがあるものと思われる。八オコ嵐山バイパス店と、 スタやパシオス嵐山店までは特定の名称はついていないが、その他に宝くじ売り場、小規模なカメラの北村も出店しているオープン型ショッピングセンターの形態をなしている。こちらもオープン型ショッピングセンターの形態をなしている。コンビニはセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップがある。ドラッグストアは上記の松本清に加え席。 セームス、正常が存在する。これらの店舗はいずれも町中央部の国道254号線、嵐山バイパス沿いか、武蔵嵐山駅北側の県道69号線沿い、及びその2本の道路をつなぐ指道沿いに集中しており、北部、または南部にはほとんど商業施設はない。駅南口周辺は以前は、中心部であったが、衰退傾向。 北口周辺は2000年代中頃までは、北口自体が存在しなかったこともあり、5分ほど歩いて県道69号線沿いに出るまでは、元から商業施設がほとんどない。引き広域市町村圏域内公共図書館の相互利用協定により、東松山市、引き群滑川町、引き群小川町、引き群時川町、引き群川島町、 引き軍吉見町、引き軍鳩山町、秩父郡東秩父村に在住、または通学通勤しているものなら、利用可能。市外局番は、町内全域が0493。同一市外局番の地域との通話は、市内通話料金で利用可能。収容局は、嵐山局のみ。郵便番号は、町内全域が355から 02XX である。 タクシーの営業区域は、県南西部交通圏で、川越市、所沢市、東松山市、飯能市、和光市などと同じエリアとなっている。高速道路国道県道基地神社、嵐山新もつ焼きそば。ありがとうございます。